久米寺は、奈良県柏原市久米町にある神言、総お室派の寺院。本尊は薬師如来座像。会期は、聖徳太子の弟のキメミとも言うが未称。不創略記や、根弱物語集においては、娘のふくらはぎに見とれて、空から落ちたという久米仙人により創建されたと伝えられる。また、空海ゆかりの寺であり、神言集発祥の地とされる。 山と三山の一つ、うねび山の南方に位置し、柏原ジングルからも近い。回帰は、聖徳大子の弟、目ミ子とも、久米仙人とも伝わるが、詳細は不明である。また、創建年代は、水古天皇2年ともされるが、これも詳細は不明である。和州久米でらる記には米ミ子の回帰を伝える。一方、不創略記。 7大事巡礼式などは当時を、久米仙人と結びつけている。久米仙人の伝説がフィクションであることは言うまでもなく、創建の正確な事情は不明だが、大和政権で軍事部門を担当していた部民の久米部の氏寺として、創建されたとする説が提唱されていた。しかし、境内で出土した河原と同じ木型で作られた瓦が、藤原宮と幸福寺から出土していることなどから、 幸福寺前新寺院の馬屋坂寺に否定する学説が現在では有力である。境内には東東の大きな礎石が残り、境内から出土する河原の様式から見ても創建は7世紀末に遡ると思われる。空海は当時の東東において新言衆の根本経典の一つである大日系を監督したとされている。空海が専文した松田行き悲鳴ならび女には、 大願聖者として研究されており、空海とは関係があったと思われる。当に留学した空海が大道を2年に帰国すると、当時で新言密教を宣布している。このため、当時は新言宗発祥の地とされ、空海が新言宗を開く端緒を得た寺として知られている。なお、柏原市の隣の飛日村奥山の奥山廃寺屋とはは奥山狛寺石と呼ばれ、 久米寺の奥の院と考えられていたが、発掘調査の結果、この寺跡は7世紀前半に建立された小根伝寺の跡とみられ、久米寺とは無関係とされている。南に隣接する久米御軒神社は、かつての久米寺の陳述者である。久米仙人による回帰伝承は、不走略記、七大事巡礼式などのほか、今尺物語集末十二本庁仏法部にも、 収録され、つれずれ草にも言及されている著名な話である。それによると、吉野、龍門寺の久米仙人は、先日で空を飛べるようになったが、ある日空を飛んでいる時、川で洗濯をしている女のふくらはぎに見とれて、法力を失い、地上に落ちてしまった。久米仙人はその女とめでたく結婚。その後は普通の俗人として暮らしていた。その後、 時の聖武天皇が戦闘を行うことになり、俗人に戻った久米仙人は戦闘のための工事に、携わる労働者として雇われ、材木を運んだりしていた。ある日仕事仲間から、お前も仙人なら、仙術を使って材木など一気に運んでしまったら、どうだとからかわれた。一年発起した久米仙人は7日7番祈り続けた、あと、戦力を回復。久米仙人の戦術で、 山にあった材木が次々と空へ飛び上がり、神徒へと飛んでいった。これを喜んだ天皇は、久米仙人に面打三十丁を与えた。これによって建てたのが、久米寺であるという話である。多方と、ありがとうございます。